背景です。今回はドラフト候補西舘勇陽、西武の1位指名はあるかということで、今回はですね、今年のドラフト上位候補西舘勇陽投手について話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、ドラフト1位候補の西舘勇陽ということで、まずはね、西舘投手どういう人かわからない人もまあ何人かいるんじゃないかなというふうに思うので、まずはね、西舘投手の説明から簡単にしていこうかなというふうに思います。まずはプロフィールからです。2002年3月11日生まれ、岩手県出身。身長183センチ、体重79キロ、右投げ、右打ち投手です。中央大学に所属をしております。右ピッチャーなんですけれども、最速は155キロということですね。まあ、岩手県出身ということでね、まあ、2002年の3月生まれということですので、まあ、佐々木朗希投手と同郷ということになります。で、高校は花巻東に所属をしていましたので、まあ最後ね、佐々木朗希投手、まあ岩手県大会のね、決勝でこう投げなかったっていうエピソードがね、非常にこう印象深いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあその時の対戦相手が花巻東で、そこで投げていたのが西舘投手ということになっております。まあ西舘投手もね、岩手県出身で、まあ誕生日がね、3月11日ということなので、まあかなりね、こう特別な日にね、生まれているなという感じがね、まあするんですけれども、まあそういったね、佐々木朗希投手との縁もある、ピッチャーになっております。それではね、まあどういうピッチャーなのか詳しく説明していきます。まあ中央大学ということで、東都大学リーグの一部で今活躍をしているということになっております。で、今年の春までは43試合に登板をして、防御率が 2.34、 奪三振率 9.37 ということで、まあ東都の一部はね、非常にこうレベルが高いと言われている中ではあるんですが、まあその中でもね、しっかりと、まあここまでの3年間ちょっとぐらいですね、防御率 2.34、 奪三振率 9.37 というね、まあ本当に素晴らしい成績残しているんですね。で、まあ球種に関しても、まあ最速155キロの、まあ、まっすぐに加えて、スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップ、スプリット、ナックルということで、まあやはりね、先発ピッチャーとしてまあ結構球種も持っているということになっております。まあ横の変化、縦の変化、まあ緩急っていうところ、まああとはナックルっていうね、まあなかなかやっぱね、プロでは投げる投手いないですけれども、まあそういった特殊なボールも持っているということになっております。で、まあ春までの活躍も、まあ43試合で防御率 2.34、 奪三振率も9点台ということで、まあかなりね、優秀な成績を残してはいるんですが、まあ今もう秋のリーグ戦が始まっていまして、まあ特にえげつないのがこの秋の活躍とこですね。まあここ最近の活躍は本当にえげつないというところで、まあ今回ね、取り上げさせていただいたんですけれども、まあ秋のリーグ戦の成績は4試合に登板して24イニング、防御率 1.50、奪三振は32ということで圧倒的ですよね。まあ防御率も 1.50 ですし、24イニングで32個の三振を奪っている。まあもちろんね、もともと奪三振力がね、非常に高いピッチャーではあります。まあ、奪三振率も9点台ということですので、ただまたそこにさらに磨きがかかっているようにも感じますし、で、まあ今回やはりね、西舘投手が非常にどこがいいかというと、やっぱコントロールなんですね。まあ大きく改善されたのが制球力というところで、まあ実はもともとそんなにコントロールいいピッチャーではなかったんですね。春までも、まあ防御率は2点台で、まあ奪三振率は9点台あったものの、予視球率に関しても4点台ということだったので、まあ結構やっぱコントロールの方は荒れている部分がありました。ただこの秋のリーグ戦は24イニング投げて1個だけしかまだフォアボール出していないということなので、このね、まあ予視球っていうところは非常に大きく改善をされてきているというのがあります。まあ KBB に関しても 32.00 ということで、これはもう異次元の数字を残していますし、まあ、他にもね、東都大学リーグで、東都6人衆っていう風に言われていて、こう、ドラフトの、ね、上位の、まあ、ピッチャーが、まあ、他の大学にね、結構ちらほらいたりするんですけど、まあ、そういった他の上位候補の選手たちと比べても、この KBB32.00 っていうのは圧倒的な成績という風になっております。まあ、今まではね、まあ、上位候補ぐらいだった。まあ、ワンチャンね、こう、12人に入るんじゃないかぐらいの評価だったんですけれども、まあ、ここに来てね、一気に評価を、まあ、上げておりまして、まあ今はもう1位指名、なんなら競合指名の可能性だって、まあこの活躍を見るとね、十分あるんじゃないかなというふうには思います。まあライオンズにいる隅田投手なんかも、まあ3年まではね、そこまでめちゃめちゃ活躍をしていたわけではなかったけれども、まあ4年で一気に覚醒して、まあドラフト1位、まあしかもね、それも3球団競合というところまで行きました。
まあそういったところを考えるとね、西舘投手も、まあ一気にね、1位指名、競合指名っていうところのね、可能性も十分あるんじゃないかなというふうに思います。続いては西舘投手のスカウト評価見ていきましょう。ロッテの松田スカウトです。抜群いい力感の中でまっすぐが強くて変化球も制球できていた。楽天の愛業アマスカウトグループマネージャーは、トート6人衆は全体的に見てみんな制球力があるのでゲームメイクできる選手が多い。なおかつみんな強いボール投げられる。順調に怪我なく投げている、成長している印象ということです。中日松永スカウト部長、全国的に見てもレベルが高い。全員が1位指名の12人に入ってくる可能性がある。今日一番良かったのは西舘ということで。まあ非常にね、こう、各球団からのスカウト評価っていうところも当然高いですし、やはりまあ真っ直ぐもね、変化球もまあコントロールもいいというところで、まあ全体的に非常にいいという評価をね、まあスカウト陣もしているんじゃないかなというふうには思います。まあ中日のスカウトに関してはね、まあトート6人衆の中でね、まあ一番良かったのは西舘というふうにね、評価をしているほどになっております。それではですね、まあライオンズ、この西舘投手の指名はあるのかっていうところで話していこうと思うんですけど、まあスカウトコメントの中に、あのライオンズのね、スカウトのコメントっていうところはなかったんですが、ただ当然ライオンズも興味は示しております。ライオンズの方も、まあ、22日のね、リーグ戦の試合で、西舘投手を視察しているので、まあ、間違いなく興味を示しているピッチャーの一人なのはあるかなと思います。で、まあ、そのね、ライオンズのスカウトが見る前でも、8回13奪三振無失点ということで圧倒的なね、ピッチングを見せているため、まあ、当然リストアップもしているんじゃないかなとも思いますし、まあ、かなりね、ライオンズの評価の中、ライオンズのスカウトの評価ところも上がってきている可能性が高いかなというふうに思います。まあ、渡辺 GM がね、もし今後直接視察するっていう風になったら、まあ、かなりね、指名の可能性っていうところ、高くなってくるんじゃないかなという風に思いますので、まあ、ここら辺はね、ちょっとここ最近一気に評価上げてきたっていうところがあるので、まあ、西武のね、フロント GM の動きっていうところもね、ちょっとね、見ていこうかなという風に思います。で、まあ、1位指名ね、実際あるかどうかところなんですけど、まあ、佐々木麟太郎選手、まあ、ライオンズが、まあ、1位指名最有力っていう風に言われていた、まあ、佐々木麟太郎選手が、まあ、進学ともしなった場合は、まあ、かなりね、あり得るかなという風に思います。で、まあ、この春までは、青学の常広投手だったり、国学院の竹内投手、東洋大学の細野投手らの方が、まあ、西舘投手よりおそらく評価が高かったんじゃないかなという風に思うんですけれども、まあ、この秋で一気にね、西舘投手が、こう、評価を上げてきているってところがあるので、まあそうなってくると、やはりね、まあライオンズのスカウトも、まあ佐々木麟太郎選手が進学ってなった場合は、あの指名する可能性僕はあるんじゃないかなと思いますね。まあアメリカの大学にね、進学するんじゃないかっていうところもあるので、まあ先ほど前の動画でも言いましたけれども、まあ佐々木麟太郎選手も指名できないっていう風になったら、まあ即戦力のピッチャーが今年ね、豊作っていうことがあるので、まあ、そこを狙ってくる可能性がある。で、即戦力のピッチャーナンバーワン誰だって言ったら、この秋で一気にそこの評価は西舘投手になる可能性があるので、そうなった場合は、もう十分ライオンズも1位指名西舘投手っていうのはね、あり得るんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただここはやはりね、まあ、佐々木麟太郎選手が、ま、どうなるのかっていうところももちろんですし、まあ、あとはライオンズのスカウトがね、まあ、どういった動きをしていくのか、まあ、もしかしたらね、もう残りドラフトまで1ヶ月ぐらいになってきましたから、まあ、公言っていうところもね、昨年みたいにしてくるかもしれないので、そこはわからないですけれども、ただね、まあ、かなりいいピッチャーなのは間違いないですし、まあ、ライオンズも興味を示しているということは間違いないので、示してくる可能性はあるかなというふうには思います。ただま、ここまで来るとね、やはりこう、競合っていうところも、まあ、かなり試合に入ってきてしまう部分がありますので、まあ、そうなってくるとね、また出方が変わってくる部分もあるかもしれません。まあ、ここはね、また今後ドラフト戦略っていうところも見て、話していこうかなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。